ホーベイはアメリカ海軍の駆逐艦、総海駆逐艦、クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は1911年9月24日にフィリピンで原住民に殺害されたチャールズホーベイ、少尉にちなむ。ホーベイはクレムソン級のうちロングと共に4インチ連装砲を搭載していた艦であったが1940年に総海駆逐艦に、 改装された際に撤去された。法米は、フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズで1918年8月18日に、帰港し、1919年3月31日に、法米少位の姉妹であるルイーズ・エフ・カーツ夫人によって、浸水、艦長スティーブン・ビー・マッキニー・中佐の指揮下1919年10月2日に、収益する。 カリブ海のフロリダ沿岸での成長公開を行った。あと、ホーベイは、チャンドラーと共に、アゾレス諸島やフランスのブレストで、ステーションシップ任務に就くため、1919年12月19日に、ロードアイランド州、ニューポートを出港する。その後は、地中海方面に転じ、1920年7月10日までは、ダルマチアを拠点として、アドリア海での特別任務に就いた。 7月12日にコンスタンティノープルに寄港した後、いくつかのロシアの港湾でステーションシップとなり、12月17日にポートサイドを立ってフィリピンに向かいアジア艦隊に合流する。アジア艦隊での任務を終えた後1922年10月2日にサンフランシスコに戻り、1923年2月1日にサンディエゴで予備艦となった。 1930年2月20日、ホーベイはサンディエゴにおいて、艦長スチュアート・オクレーグ中佐の指揮下で最終駅する。1934年4月9日までサンディエゴとメアアイランドで予備兵のための練習艦任務を務めた後、パナマ運河を投降し、5月31日にニューヨークに到着する。ニューイングランドとフロリダ沿岸部で艦隊演習などに参加した後、 11月9日にサンディエゴに戻った。メアアイランド海軍造船所でのオーバーホールの後、西海岸、パナマ運河地帯及びハワイ水域での艦隊演習に参加した。この頃、サリバン兄弟のうちの長男ジョージトーマス・サリバンが1937年9月15日から10月10日の間及び10月15日から1941年4月22日の 間の二度、次男、フランク・フランシス・ヘンリー・サリバンが1937年9月15日から1939年3月18日の、間及および4月22日から1941年5月12日の、間の二度、訪米に上官していた。1940年、訪米は総海駆逐艦に改装され、11月19日付で、DMS-11 に再分類された。 集中的な訓練の後、真珠湾に開港され、1941年2月1日に到着。1941年12月7日の真珠湾攻撃当日には、真珠湾に停泊しておらず、両艦チャンドラーと共に、真珠湾から20マイル離れたところで、砲術演習を行っていた、従順洋艦ミネアポリスに随伴し、対戦紹介を行っていた。 攻撃後直ちに、真珠湾に戻り、1942年5月20日まで、真珠湾周辺海域の紹介と護衛任務に従事。その後、サンフランシスコ行の20隻の輸送船団の護衛で、真珠湾を出港し、5月31日に到着した。訪米は6月中旬には、真珠湾に戻り、7月10日に、兵員輸送艦アルゴンを護衛して、真珠湾を出港。 南西太平洋方面に向かった。7月23日にフィジーに到着し、ここでリッチモンド系ターナー少々の南太平洋両洋船部隊の総海艇隊に編入された。長いアイランドホッピングの幕開けとなった8月7日のガダルカナレ島上陸作戦では輸送船団のナオエ任務につき、8時を回ってからは、ツラギ島の対岸にあるガブズ島の東側に、 陸上部隊の上陸させるための艦砲射撃を行った。日本軍の沿岸砲台はすぐさま反撃するが、砲米その他の艦艇からの正確な砲火が反撃を沈黙させ、砲米の任務はガブツ島と文化な諸島間の総会に移った。8月8日朝には、連合水道で規模の大きな日本軍雷撃機の攻撃を受けたが、集中的な対空砲火は、 この攻撃を無意味なものにした。ホーベイはガダルカナル島周辺海域の紹介に9月13日まで着いた後、補給のためニューカレドニアに下がる。ここで海兵隊員をヌデに島からサモアに運び、ニューカレドニアに戻る。10月10日、ホーベイは127本のガソリン入りドラム缶を搭載して2隻の魚雷艇を引き連れて、ツラギ島に向かう。しばらくの間は、 カダルカナル島とエスピリットサント島間の戦団護衛に従事した後、1943年4月19日にサンフランシスコに到着してオーバーホールに入った。メアアイランド海軍造船所で5月31日まで整備を受けた後外洋に出て8月10日にニューカレドニアに到着する。しばらく護衛任務に就いた後、10月30日にセオドアイス・ウィルキンソン少将の 第三水陸両用戦部隊に加わり、11月1日のブーゲンビル島、太郎沖南崎への上陸作戦に参加する。上陸後の1週間の間は、エンプレスオーガスタワンで警戒と総会に当たった。年明けて1944年、ホーベイはソロモン方面で護衛に従事。4月5日に揚陸艦リンデンウォルドを護衛して、ツラギ島を出港し、マジュロに向かった。 リンデンウォルドの護衛任務を終えると4月11日にエスピリトサント島に戻り4月20日にはマヌス島に進出して交換用の航空機を提供する第34.93任務隊に合流した任務隊は4月29日にトラック諸島を攻撃する第58任務部隊と合同して交換任務を遂行する。ホーベイはつラギ島に向かい 新樹湾を経由して5月31日に西海岸に到着した。修理観光後、ホーベイは司令、W.R. ラード大佐率いる第2機雷部隊の機関となり、7月29日に新樹湾に向けて出航する。ツラギ島に到着し、パラオ南方で作戦予定のジェシー・ビーオルゲンドルフ少将を率いる西部火力支援部隊の対戦護衛任務に就くため、9月6日にツラギ島、 サービス湾を出撃する。ペリリュー島とアガウル島周辺及びコッソル水道の総会にあたり、また、ペリリュー島近海の輸送船白地の対戦警戒も、いった。1944年10月からのレーテ島の戦いには、トーマス・スプレーグ少将のタフ1大77.41任務隊に随伴し、総会と水路警戒任務を担当する。 10月17日のディナガット島に対する上陸作戦では高速輸送艦の護衛と火力支援、総会の3つの任務を遂行した。ついで、ロークワンとドラグ、タクロバンの沖を掃海し、任務を終えた、ベ米は10月25日にマヌス島に帰島した。12月23日、依然としてラウド指令の機関であるホーベ米は、マヌス島を出撃し、12月30日に、 レーテ湾に到着。ついで1945年1月2日に、ルソン島リンガエ岸を目指して、艦隊と共に、レーテワンを立ち、スリガオ海峡とミンダナオ海を通過する。1月3日の朝までは、一切の反撃がなく、1月3日以降は、神風特別攻撃隊などの攻撃を、断続的に受けるが、方米も含めた艦船は、弾薬の浪費を警戒して敵が、 直近に来ない限りは発砲しないという規則を設けていた。それでも1月6日にはリン輪ワ湾に到着する。8時過ぎ、湾港で神風の攻撃を受けるも、ホーベイはそのうちの一機を撃墜する。しかし、かつては、ホーベイ同様に4インチ連装砲を搭載して、同じく爽快駆逐艦となっていたロングと高速輸送艦ブルックスが神風攻撃により、 それぞれ一機ずつ命中する。ロングは、神風の命中により、環境より、前が火災となり、弾薬と燃料に因果して、大爆発を起こした。ホーベイはロングに接近して149名の乗組員を救助し、ロングは沈んでいった。その夜、ホーベイは、湾港の総会任務に戻った。ホーベイのレーダーは1月7日4時25分までは、何も探知しなかった。 4時50分、方米の右舷前,前方から低空飛行で接近する目標を探知する。チャンドラーは素早く反撃してそのうちの一機に命中弾を与える。航空機は被弾しながらも方米に低空で接近するが、間もなく右舷側に墜落する。しかし、この航空機は魚雷を抱えており、燃えながら墜落する直前に放たれた。この魚雷は4時55分。 ホーベイの右舷側機械室に命中する。ホーベイのすべての動力と照明は立たれ、後部戦隊は急速に沈んで、艦首は40度上がった。2分後、ほぼ垂直に近い角度を示した、ベイの戦隊は急速に水深99メートルの海底に沈んでいった。ホーベイの乗組員は24名が戦死し、他にロングとブルックスから救助した者も何名か戦死した。 そのうちの一人、ジョゼフ・チェンバレンは、ロングの乗組員であり、ロングが、神風の命中で炎上した際に大やけどを負ったにも、かかわらず消化に尽力、方米に救助されたものの方米が沈没に瀕した時、救命いかだのところまで運んでもらったが、チェンバレンは、重傷のみながら、救命いかだを、他の者に使わせてやるように懇願し、自身は、方米と運命を共にした。 残る生存者は戦艦ウェストバージニアに救助された。ベ米の沈没位置は北緯16度20分統計120度10分、北緯16.333度統計120.167度、1 6 3 3 3二2 0 1 6 7と記録されている。ベ米は第二次世界大戦の功績で八個の従軍聖章を受章したアメリカ駆逐艦史。 ホイットレー。褒美の読みは日本語表記では、役者の関係上一定しておらず、ウォーナー上及びウォーナー下では、ハビとしている。同じく褒美と綴るフレットホビーも、参照のこと。アメリカ側記録では、以上のように通常の来撃によるものとしているが、神風攻撃で負傷した経歴を持つジャーナリストのデニス・ウォーナーは、褒美の沈没原因を本文では、 アメリカ側記録同様に雷撃によるものとしているが、自身が編集した記録では、神風攻撃によるものとしている。ありがとうございます。